はい、今回は、勝谷さんですね、勝谷俊信さん、についてね話をさせてもらいたいと思います。勝谷さんってもう皆さんどういうイメージなのかわかんないんですけど、あの方はね、実はもうあの時のメンバーの中では非常にこうなんていうかな、いじられキャラというか、いじられる存在だったんですよ。なんか見た目おっかないじゃないですか。でもね、全然そんなことなくて、まあまあ見た目はもう思いっきり九州男児ですよね。あの方は九州出身なんで、でもう見た目も中身も全て九州男児で、まあ男臭い人なんですけども、まあ実はそんなことなくて、実は結構おちゃらけてる方で、まああの方のイメージも、イメージというかさ、エピソードもいっぱいあるんですけども、まあちょっと言えないことも多いんで、ちょっと今日は言えることだけ、いくつか話をしようかなと思うんですけども、勝谷さんって、まあもう見た目もそうなんですけども、ものすごいごついでしょ。あの方ね、体すごいんですよ。もちろん僕らも筋トレとかやってましたけど、あれ体質があって、もちろん。筋トレ、例えば同じ100やっても、そんなにつかない方もいれば、ものすごいつく方がいるんですけど、多分あの方は100やったら200ついちゃうんですよ。だから、腹筋なんて、もうね、ものすごい腹筋してるんですよ。クリスチアーノ・ロナウドよりも、勝谷さんの腹筋の方がすごいです。もうすっごい腹筋してるんですよ。ボッコボコで。僕はあの方がお風呂で、腹筋と腹筋の間をこうやってこう、ゴシゴシタオルで洗ってるの見たことありますからね。こうやって、腹筋と腹筋の間を洗ってたっていうね、こうやって洗ってたっていう、エピソードがあるぐらい、あの人の体すごいんですよ。で、もうなんかね、九州男児ですから、一見なんていうのかな、パッと見こう、女性に興味がなさそうな、感じがするんですけども、全然そんなことなくて、ああ見えて実は結構ミーハーで、結構女性好きで、僕一回代表の合宿の時に、北沢さんと二人でいたずらを仕掛けたことがあって、九州の鹿児島でキャンプやった時に、京セラホテルっていうのが泊まったんですけども、その時あそこのホテルの作りっていうのが、なんていうんですかね、こう真ん中がくり抜かれてる筒状の作りってわかりますかね。つまりどこの階にいても、各階の部屋が、はい、ね、部屋の入り口が見えるっていう作り、わかりますかね。こう真ん中がくり抜かれてて、3階にいようが5階とか6階とかで全て見えるっていうような作りになってるんですけども、で当時はやはりいわゆるそのね、追っかけっていうようなファンの方たちも多くて、その僕らがキャンプとかするホテルを事前に調べて、もう事前にホテルを予約して一緒にね、一緒のホテルに泊まるなんていう方も結構いっぱいいらっしゃったんですよ。でその京セラホテルに泊まった時もそういう方がいて、でちょっと北沢さんと2人でいたずら仕掛けようって話になって、ある階のですね、女性がこう出入りしてた部屋を僕たち覚えてて、勝谷さんに嘘ついてですね、勝谷さん実は何階の何号室の女性の方が勝谷さんの大ファンらしくて、後で遊びに来てほしいって言ってたんですけど、つって嘘ついたんですよ。そしたら勝谷さんが、ああ、そんなんいかんいかんなんて言ってたんですけど、僕ら夜中ずっとこうやって見てたら勝谷さん、こっそり部屋出ててですね、その女性の言ってた階の部屋に向かってったわけですよ。あ、やばーと思って本当に行っちゃったよって話をしてたら、夜中ですよ。ドン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 って、ドン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 ってその、女性の部屋の、ドアを叩き出してですね。で、もちろんそこのに泊まってた女性は、失礼な話、勝谷さんのファンではなかったので、急にそんなね、夜中にどんどん叩かれたから、多分怖くて出てこなかったんですよ。その日も勝谷さんずっとドン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 って叩いてたら、隣に泊まってた全然知らないお客さんが、ちょっと怖めの方だったんですけど、その人がうるせえなっつってちょっと怒って出てきたっていうね。したらその人に対して勝谷さんが、あんた関係ないっしょってそこで喧嘩を始めたっていうちょっとエピソードがあって、大変悪いことしたなと思って、今でも非常に反省してるんですけども、全然だからそういった形で全然堅苦しい方じゃなくて、実はそういう非常にお茶目な一面も持ってるんですよというようなこともありました。でまたね、この方マリノスの時も僕はねチームメイトとして一緒にやらせていただいてたんですけども、またこの方変わったエピソードの持ち主でもあって、奥様が
ちょっとなんかご実家に帰られてたことがあって、用事があって。でその時に、勝谷さんがその自分で自炊ができないということで、夜ご飯だけ寮に食べに来てた時期があったんですよ。まあ1週間か2週間ぐらいだったんですけど、夜ご飯だけ僕らがいた寮に食べに来てた時期があって、でその時に必ずこう、なんていうのかな、練習場から寮まで来る道すがら必ず通らなければいけないとこがあるんですけども、まあそこ、まあ国道なんですけどもね、まあ、そこで、まあ、ちょっと怖い話なんですけど、まあ、よくちょっと人が飛び降りちゃう場所があるんですよ。で、そこを通らなきゃいけないことがあって、まあ、もちろん僕は目にしたことはないんですけども、勝谷さん、その練習場から、寮にね、向かってる時に、なんかそれに遭遇したらしくて、なんか勝谷さんの目の前に怒ってきたらしいんですよね。で、なんか、最初昔にほらゴミ袋って黒いゴミ袋だったじゃないですか。なんかそのゴミ袋が上から落っこってきたと思ったらしくて、なんかそれで急ブレーキ踏んで、したらなんか人だったっていうね、これ本当かどうかわかんないですよ。なんかそれで救急車とか警察呼んで、来るまでの間なんか勝谷さんが交通整理してたっていう、まあ、これもしかしたら作り話かもしれないんですけど、なんかそんな話を本人から聞いたことがあって、いや、そういうことにも遭遇しちゃうんだな、あの方、みたいな、ことをね、っていう話を聞いたのを今でも覚えてます。でもまあ、とにかくね、気は優しくて力持ちっていうのは、ああいう人のことを言うんだな、と思うぐらい、非常にね、いじりがいのある、心優しい先輩で、本当にね、超合金のような体をしてたのを、今でもね、非常に強く、覚えております。当時は本当にいろんなね、いたずらとか失礼なことをいっぱいしてしまったので、この場を借りて謝りたいと思います。本当にすいませんでした。